ci vuoi fare ciò? Guattassa ci va, mada, Gesù Cristo vuo, ci rendes. Carino con tua chita, carica guattassa ci non gente viva, io non ho chi si chiede con la rimasta, guattassa ci va, Gesù Cristo va. Pare cao, shanai. Se ciò non accadeva, shiru, hanno sto shittiru to yuttara, e appari hanno sto sexo osuru saemo, e araguasu doshi des. Shiru. Aite no koto to, ittai to natte iru. Aite no koto o, jibun no mono ni, e natta to yu koto mo, nado ne. Anata ga kyo, Jesus Cristo wo, sokomade shittiru to iemaska. Tsumari, kaido, zutto, ichinichi ju, ittai to natte te, care no kangae, care no mikata, care no handan, care no okonai, o motte iru made ni, care to ittai to natte imasu ka? Kristo o shitte iru to yutto, kono jotai ni wa, Jesus Cristo ga, douyu fuu ni okonau ka o, sude ni shitte imasu, mae motte shitte imasu to iu kanji desu ne. Jibun ga, Jesus Cristo to ittai to natte iru kara, jibun ga, Coca-Cola ski とか、あのワイン好きか、山が好きか、山が嫌いかとか、知ってますよね、自分のことでね。それはもうそう。同じ親しみが、イエス・キリストと。弟子たちが、今日の福音には、イエス・キリストをそのまま船に入らせて、船に、一緒に乗せて出発したんですね。そのまま。このそのままは非常に大切。つまり、知らないうちに、彼をそんなに誰であるかを、まあ表面的に知っていたもちろん、いろんな経験をしていたが、やっぱり、福音の終わりには、はぁ、一体、この方は誰ですかという感じですね。イエス・キリストは、私たちが彼をまだまだ知らないということを知っていますから、そして、私たちの救いが、彼を知ることであるということを分かっているから、夜、つまり、難しい時、失敗した時、絶望していた時、夜、その暗闇が私たちを覆う時、その孤独を感じた時、ベッドに入りたい時、自分がだけですよ、海に入ります。夜、悪い気持ち、不信仰の気持ち、無関心の気持ち、から出るためには死に入らなければならない。最も不安な状態に入らなければならない。夜の海はひどいんですね。何もわからない。何も見えない。怖い。振りに入ると、波、風。どうしてこの方は私たちにこの命令をしたんですね。なんで私たちが記事に残ればいいんじゃないんですか。残ればよかった。エジプトに残った方がいいんじゃないんですか。ちっぽけな感情的な人生はいいですよ。時々喜ぶでしょう。いや、奴隷です。愛することはできないでしょう。いやいや、けど感情的に、この玉ねぎはよかった。よかった。以上は私はあんまり必要ではなかった。彼が私たちが、その玉ねぎ、その感情の玉ねぎ、そのちっぽけな喜びのニンニクを大事にしている。それだけで十分と思ってしまうということを知っていますから、私たちに命令する。船に乗りなさい。隊と共に歩みなさい。向こう側に行きなさい。行きなさい。左右に。感謝しなさい。参加しなさい。あなた方は船なしに自分を出ることができません。教会なしにあなた方は何もできないんですよ。どうして船の中に自分がどこまで病気であると、自分の心はどこまで奴隷であるということをわかるんです。教会と共に事実に入ると、つまり、毎日、私の目の前に現れる、死の出来事、悩みの出来事、失敗の出来事、つまり、風、波、など、船に来ると、教会の中では、弟子たちと共に導かれているので、御言葉を聞いているので、自分のこと、まずわかる。自分がどれほど罪人であると、自分がなかなか改心したくない気持ちがあるということを明らかになる。水が入ってしまう。そしてすごく困る。え、どうしよう。どうしようもない。しかもキリストが寝ます。これはポイント。キリストが寝ます。あなたがこういう経験したことないの。今日多分同じ経験をしているでしょ。具体的な問題。私は教会と共に歩んでいます。私はイエス・キリストの命令に引っ張られて、ある意味で無理やり、あるいは私が
それを信じて、それを希望いて、そして教会と共に歩むことになった。私は御言葉を聞いています。私は共同体と共に歩んでいますが、なかなかこの問題が解決されない。この問題はそのまま、あるいはもっとひどくなってしまう。息子の態度、自分がもっともっと悪くなってしまう。私が忍耐を持っていません。水、いっぱい。もう死ぬんですよ。エジプトの方がいいんじゃない。こういう経験が私たちの心の中には、イエス・キリストを知らないということを分かるようになる。あるいは、私とキリストとの関係は自然宗教のような関係です。つまり、異邦人、イエス・キリストを知らない人たちと同じように、私たちは教会に行くのがやっぱりお寺とか神社で行くと同じようにお寺と神社に何をするのか。どん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 でしょ。あるいはね、手を叩いて。ほら、神様、私はここにおるよ。起きて、私のことを分かっ、聞いて、私の願いを叶えて、神が、あるいはキリストが、私を、今、私なり、自分なりに、その奇跡を行わなければならない。私たちは、こういうキリストとの関係を持っています。これ、以上は何もない。信仰。つまり、自分の全てを彼に委ねることは全然ない。もしかしたら、希望を期待。もしかしたら、本当にこの信仰が欲しいけど、ない、ない。あなたの今日の状態見て、ちゃんと見て、今日土曜日ですから、ちょうどいい、感謝の祭儀の準備としては、ちょうどいい。自分の死、自分の暗闇、自分の失敗、自分がなかなかできない状態を、ちゃんと見て、この言葉があなたを照らす、私も照らす。私はこの罪からなかなか出られない、この裁きから何もできない、罪の奴隷、このポルノの奴隷、砂漠の奴隷、その恨みの奴隷、そのお金の愛着の奴隷、私は全然出られない、息子を自分なりにしなければならないとの、このもう深いのところにはあるんですよ。キリスト者ではない、キリスト者として生きることはできない。私たちは、罪の中にいるのは、その大人のキリスト者、大人の信仰を持つために歩む。イエス・キリストと共に渡る。イエス・キリストに従順を守って、イエス・キリストの言葉に従って、毎日自分を出て、教会と共に自分を出て、その弱さをそちらに、教会の中に持って行って、教会の中に置いて、そのまま入って、そのまま受け入れられて、そのまま愛されて、そのまま抱っこされて、兄弟と共に毎日の人生に入り、その状態、その出来事に入り、きっと私たちが福音に現れた弟子たちの経験をする。そして、だんだん大人の信仰をもらいます。